映し出されていることでしょう。先輩方は最上級生として勉強や部活動、生徒会活動で時に優しく、時に厳しく私たちをリードしてくださいました。今こうしてお顔を拝見していると、過ぎ去った日々が懐かしく思い出されます。入学当初、わからないことばかりで困っていた私たちに優しく声をかけてくださった先輩方は常に私たちの模範でした。部活動では礼儀やマナーなどいろいろなことを親切に指導していただきました。厳しいと感じることもありました。しかし同時にその厳しさの中にある愛情も感じられ、先輩のように上手くなりたい、追いつきたいという気持ちを持つようになりました。全校生徒が一丸となって取り組んだ体育祭も先輩方との思い出として印象に残っている行事の一つです。パフォーマンスコンテストでは良いものを作り上げるため一から丁寧に教えてくださいました。練習期間が短く高校生活にまだ慣れていなかった私たちはどのように動いたらいいのかすぐに覚えることができず、迷惑ばかりかけてしまいました。それでも粘り強く教えてくださる姿に優しさを感じずにはいられませんでした。また新入生歓迎エールのソーラン節では息の合ったパフォーマンスと楽しそうに舞う笑顔に高校生活の明るい未来を想像することができ、修文女子高等学校の一員になることができた喜びを感じました。進路講話や進路セミナーでは私たちの今後の進路を考える上で参考になることを教えていただきました。実体験に基づいた勉強方法について具体的なアドバイスをいただきました。中でも印象に残っているのは、相手の目を見ながら大きな声でハキハキと質問に答えられる自信に満ちた姿と、その時におっしゃった言葉です。高校生活の一日一日をおろそかにせず、目の前のことをしっかりやり遂げ、自分の限界を決めず最後まで頑張り続けたから今の私があると力強く話してくださいました。事実毎日下校時間まで教室や図書館で必死に勉強されている姿をよく拝見していたので、その言葉には説得力がありました。私たちはそのメッセージを糧に日々を充実させ、目標とする先輩方に少しでも近づけるよう頑張りたいと思います。これから先輩方は自分の選んだそれぞれの夢に向かって一人一人違った道へと進んでいかれます。その道のりは決して楽なものではなく、時には迷ったり嫌になったりすることもあるかもしれません。しかしそのような時こそ、困難を乗り越えてきた今までの経験や仲間との楽しい思い出、この学び屋で身につけたことが役に立つはずです。修文女子高等学校で巡り合った友人たちとの絆や経験を生涯の宝とし、信念を持って
り開いていってください。私たちは今まで先輩方に支えられてきました。これからは私たちが後輩を引っ張り支えていく場になりました。未熟な部分も多いかもしれませんが、今日まで培われた良き伝統を引き継ぎ、秀文女子高等学校がより良い学校となるよう努力することをここに誓います。今私たちの心には感謝と責別の思いが入り混じっています。しかし先輩方の門出の日を、私たち在校生は精一杯の笑顔で送り出したいと思います。共に過ごした2年間を決して忘れることはありません。先輩方もいつまでも輝き続け、これからの道を進んでいってください。最後になりましたが、先輩方のますますのご健勝とご活躍をお祈りして送る言葉といたします。平成29年2月25日秀文女子高等学校在校生総代中子恵里奈。でもみんなで決めたことには全力で取り組むことのできるクラスでした。遊ぶときはとことん遊び、やるときはやる、そんなメリハリのある仲間の一面が一番現れていたのが学習コンクールでした。勉強が苦手な子もクラスのために必死になって取り組んでくれたね。目標を達成し共有できた喜びを私は忘れません。はじめはなかなか結果が出なかったけれど、それでも諦めず最後まで全員で努力を積み重ねることができた、そんなクラスを私は誇りに思います。
校生活の中で一番自分が成長できた場は部活動でした。音楽を通じて仲間と一つのものを作り上げる楽しさを教えてくださった先生方、部長として未熟な私に最後までついてきてくれた後輩、そして何より思うようにいかずくじけそうになった時に話を聞いてくれ、時に一緒に涙を流した仲間たち、人間関係で悩み辞めたいと思ったこともあったよね。あの時全てを放り出すのは簡単だったけれど、それぞれが相手のことを思い合えたからこそ最後の大会をみんなで笑って終えることができました。練習が思い通りにいかず悩んだり、良い演奏ができて一緒に喜んだりと、充実した時間を共に過ごした日々は私にとってかけがえのない宝物です。吹奏楽部のみんなに出会えて一緒に演奏できたことをとても幸せに思います。ここで学んだ何事にもくじけず努力を積み重ねる大切さをこれからも忘れることなく生活していきます。私たちをいつも陰で支え成長させてくださった先生方、先生方の熱心なご指導のおかげで今こうして私たちは晴れの舞台に立つことができています。勉強の方法が分からず行き詰まっていた時には、私の些細な疑問にも丁寧に答えてくださり、理解するまで根気よく教えてくださいました。そのおかげで学ぶ楽しさに気づき、できる喜びを知ることができました。進路で悩んだ時には私たちの夢が実現できるよう忙しい中時間を割いて相談に乗ってくださいました。特にいつも私たちを見守ってくださっていた担任の先生、普段は厳しいけれど悩んだり迷ったりした時には必ず声をかけ話を聞いてくださいました。その優しさに触れ私は教員になりたいという夢を持つことができました。いつでも私たちのためを思って真剣に向き合い本気で使ってくださったことに心から感謝しています。生徒のため一生懸命になってくださり、そんな先生方と出会えたことで高校生活がとても充実したものとなりました。本当にお世話になりました。在校生の皆さん、今夢中になっているものや目標があるのなら後悔しないようにそれに向かって精一杯取り組んでください。その姿勢が今後あなたの自信につながります。時にはうまくいかず悩み苦しむ時があるかと思います。そんな時は一人で悩まず周りを見渡してみてください。友達や家族、先生方がきっとあなたに手を差し伸べてくれるはずです。どんなに疲れていても私の話を聞いてくれ、進路で迷っていたらあなたのやりたいようにやりなさいと背中を押してくれたお父さん、お母さん、今までありがとう。お母さんは私が修文女子高等学校に入学が決まった時、縁があってこの学校に通うことになったんだから頑張りなさいと声をかけてくれたよね。そのおかげで私は3年間この学校で頑張り抜くことができました。毎日当たり前のように学校に通わせてくれた両親には
本当に感謝の思いでいっぱいです。今まで感謝の気持ちをあまり伝えられなかったので、この場を借りて言わせてください。いつも応援してくれて、支えてくれてありがとう。Thank you.
がとう、ありがとう。普通科の皆さん、情報会計科の皆さん、お起立ください。